ピエール・ベール・ピエール・ベールは、フランスの哲学者、辞書学者、思想家。歴史批評辞典などを表して、神学的な歴史観を、回帰的に分析し、啓蒙思想の先駆けとなった。南フランス、ピレネー山麓の観村、ルカルラで、プロテスタントの牧師の息子として生まれる。ピュイ・ローランとト,トゥールーズの学院で学ぶ。1669年に一度カトリックに、 回収するが、翌年カルバン派に復帰。そのため迫害に遭い、スイスのジュネーブに逃れる。同地のジュネーブ大学で学び、デカルト哲学に触れる。以後フランスに戻り、1675年からスダンの新教大学の哲学教授となる。しかしプロテスタントへの宗教迫害により1681年に、大学が強制閉鎖され、オランダのロッテルダムに移住する。以後、 同地の高等教育機関で哲学と宗教を教える。1682年に、水星に関する手紙、翌年に造歩改訂版として、水星雑稿を匿名で刊行。水星の出現に関する名神を批判して、道徳の宗教からの自立性を解き、スピノザラの存在を強く主張。1684年春から1687年冬に、かけ、月刊し、 文芸共和国大よりを刊行。全世王的な名声を得る。1685年のフォンテーヌ・ブローの直令直後に、強いて入らしめよというイエス・キリストのお言葉に関する哲学的仲介を刊行。信教と迫害に対して、良心の自由と宗教的寛容を訴える。これは王権に寛容を請願しようとするものだったが、年代の同僚であったピエール・ジュリューラ王権打倒を、 唱える強硬派の方針と対立。論争の末、1693年にロッテルダムの教職を追われる。以後はかねてから計画を温めていた執筆活動に専念。1696年に歴史批評辞典を刊行驚異的な白色と卓抜な批判精神をもとに、従来の歴史辞典の動きや不正確を正し、なおかつ既存の降下した哲学体系。 宗教体系に対する痛烈な批判と皮肉を込めた作品であった。晩年は神と悪の存在を追求し、善悪二元論や人間理性の脆さを確認し、信仰史上主義へ至る。晩年の著作、ある田舎者の質問に対する回答、水星雑行族編、未完の遺作、マクシムとテミスとの対話では、これと対立するフランス語教会内の立身論的、 新学者との論争が多くを占める。1706年にロッテルダムにて隠し、修正かあるン派の思想を持ち続けたとされる。代表作、歴史批評辞典は、従来の歴史記述への厳密な批判的吟味や、大胆な哲学的・進学的が一体となった大作である。初版の刊行以降も多くの版を重ねて18世紀に広く読まれ、後の啓蒙思想に、 多大な影響を与えた。ジョン・ロックと並ぶ寛容思想の先駆者とされるが、ロックは、両親の選択を個人に内在する不可侵の権利と考えたのに対し、ベールは両親への服従を神の権利、人間の義務であると捉えており、その内容は異なる。ルートビヒ・アンドレアス・フォイエル・バッハは、ピエール・ベール、哲学史及び人類史への一期を、1838年を表し、 ベールの信仰と理性の間の矛盾について考察している。同書の中で、カルバンやルターが進学者としての自らの意思に背いて、協議への会議を持ったのに対し、ベールは、それとは異なり、彼はいかなる神学的関心や、神学的精神を持たず、自らの意思で会議を行ったと指摘している。またライプニッツら同時代の哲学者が一方では、哲学に一方では、 信仰に同時に、目配せするような哲学と信仰の調和、妥協を図ったのに対し、ベールは、神学は哲学を傷つけるとして、両者の妥協を知り添けているとする。同省訳した船山真一によると、フォイエルバッハが、近世の哲学者のうちで最も高く評価し、なおかつ心情的に最も近いのがベールである。ベールの位置づけとしては、18世紀以来伝統的に、神学、 刑事上学の解体を目指した反競技的な批判的会議論者とされてきたが、ベール研究が進んだ1960年代以降は、カルバン派に立脚した得意なプロテスタント思想家とする見方が、研究者間では有力になっている。歴史批評辞典 ABCDEF 平凡社、世界宗教大辞典、ハット AB、ブリカニカ国際大百科辞典、小学館、 日本大百科全書、ベール公 ABCDE、岩波哲学、思想辞典、ベール公 ABCDEFGH 集英社、世界文学大辞典、フォイエルバッハ全集831から32ページ、フォイエルバッハ全集840から41ページ、フォイエルバッハ全集8318から319ページ、新潮世界文学辞典、ハット ABC、岩波哲学、 思想辞典、歴史批評辞典公 AB 小学館、日本大百科全書、歴史的批判的辞典公。ありがとうございます。